はい、ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2実況プレイの第17回を始めていきます。遺跡エリアをある程度進めたところから続きですね。スイッチの場所一応調べたんですけど、こっちのマップ左側のところから行け、押せるスイッチが1個あるはずなんですが、どのスイッチなのかよく分かってない。またここのまで来るのはちょっとめんどくさいから、できれば2つ目の赤スイッチを押した状態でまた続きプレイしていきたいなと思ってます。通れない、ここも通れない。やはりバトルレックスが一番防御力高、低いな。ドラゴンバゲージが一番ランク低いから、こいつをまずはパーティーから解雇して新しく強いモンスター入れようと思ってるけど、バトルレックスももっと強いモンスターに変えた方がいいかもしれない。防御低いとその時ダメージが蓄積して、ベホマとかベホマラとか回復アイテム使ってサポートしないとすぐに死んじゃうので、もう宝箱触らん方がいいな。これ一人箱だ。もう見つかってなかったのか。どうやって向こうへ行くんだ。ここ降りられたのか。段差見えないよ、これ。山岡ボタン押せばいいので、まあ、キラーマシン倒すしかなさそうですね。これ、ボタンが4つとか前回言ったかもしれないんですよ。赤ボタン2つだけで、この2つのボタンを押せば、ここの場所とは違う場所の扉、赤扉が開くので、そこから、また違うエリアというか、まあ、進めなかったエリアに進めて、ストーリーを進めることができるようです。なぜか、ワープエリアが4つぐらいあるから、まあ、ボタンも4つあるのかなんか勘違いしたけど、ストーリーを進める上で押さなきゃいけない赤ボタンは2つだけでした。というわけで、ここのボタンを押していきます。
ここも用ないので、普通に歩いてもらってもいいんだけど、体力も減ってるから、一旦飛行船戻りましょう。新しい強いアイテムが使えるようになってるでしょうか。装備品を強くすることはモンスターを強くすることと同じぐらい重要。魔除けの爪、直ハンマー278、こいつは一番良さそう。ああ、ゾンビキラーの方がいいのかよ。247、248。これ性能面の違いが見えないから、見えないというか説明が少ないから、値段的にはショックハンマーの方が高いので、こっちから使ってみましょうか。新しく配合できるようになったら強いモンスターいるかな。スノードラゴン作ってるのは最終的に何だっけ、二軸弱作りたいなと思ってるんだけど、二軸弱作るためにはオークブリザードとヒクイドリっていう2種類のまあ鳥みたいなモンスターを2体ずつやって、特殊配合みたいな感じで4体配合して二軸弱作れるみたいな感じなので、まあ、その配合素材みたいな感じでスノードラゴンを作っておいてるみたいな感じ。新しく強いモンスター作るのもいいけど、もしこのパーティーのままで遺跡エリアクリアできそうだったらクリアしちゃいたい。強いモンスター作るのもいいんだけど、このレベルまで育てるの自体も大変だから、あんまり闇雲に配合してもまた育成時間かかっちゃうだけなので、あれで見つかってないのやばいでしょ。反対だ。まあここから新しく行けるようになるエリアも確かあった気がするけど、まだそれは先の話かな。ゴーレムもつく。あ、ここは赤い扉が開きましたね。モンスターが見えますね。この道以外っていうか、モンスターこいつが今出てこないんだな。ちょっと調べてみるけど、なんかいた。追ってこない。
もうスカウトはまあ、もう一回来た時でいいでしょ。先生なのこれで。あいつ動いてこなかったじゃん。なぜか先手を取られた。超スカウトできるみたいだ。まあ、クリアした後でいいでしょ。魔人斬りって、なんだっけ、うまく決まると相手の防御力無視して攻撃できるみたいな、かなり怖い技だから、受けるときは気をつけなきゃいけない。その代わり外れやすいみたいな特徴を持つ、諸刃の剣みたいな技だった気がします。大層に守ってる宝が何かと思ったけど、ただの目覚めの針だった。なんか急にモンスできたぞ。さっきいなかったんじゃないの、これ。ストーンスライムが3体。メタルストーンを手に入れた。あいつと戦うしかなさそうです。他の方向を見ても何もいない。まあこれはキラーマシン2ですね。宝の守護者ということでしょうか。遺跡エリアだけあって。スカウトコマンドはないから、ストーリー上の強制戦闘という設定のよう。3回連続攻撃。4回か。やべ、めっちゃ食らったぞ。モンスター枠相手一体なのに連続攻撃きついよね。しかしこのオクトセントリーはボディ力高いからもダメージ食らわない。稲妻だけ気をつければ打撃自体はそんな怖くなさそう。サミダレギ、まああんま大したダメージじゃない。ああ、また稲妻来た。全体に60、70ダメージぐらいくらうから結構きついな。プレイヤーのターンに薬草を使って体力を回復させます。本当は、バトルレックスでアタッカー予定なのに回復ばっかりさせてるぞ、これ。倒せました。小さなパーツを手に入れた。経験値1540、そこそこもらいましたね。雑魚戦闘3回分くらいかな。急に燃え出して消滅した。新しいボタンが浮き上がってきた。古びた何かの装置が煙を上げて壊れてしまった。敵のガーディアンがまとっていたバリアが消えたようだ。いよいよこいつと戦闘しなきゃいけないようですね。ただ、さすがにまだ戦うのはきつそうだから、ああ、なんか襲ってきたぞ。
あいつを倒すとモンスターが急に増え出す設定なのかな。あの例のガーディアン戦ってもいいんですが、今戦うと非常に厳しそうだから、もうちょっとレベリングして望むことにしたいと考えています。まあ、前にも言ったけども、サーチタウスといってモンスター3枠分ぐらいの大きさのでっかいモンスターで、全体攻撃をバンバンぶちかましてくるから、普通に殴り合うには、ああもうなんでこれ見えない段差がきついので、もうちょっと30レベルぐらい上げてみたいかな。ガーゴイルっていうのかな、モンスター。もうせっかく火をついたのに回復なんかすんなよ。殴るよ、普通に。うわぁ。もうバカすぎるな。敵を倒せば攻撃を受けずに済むっていう考えはないのかな。AI の設定がまあ、まあ、アホというか、プレイヤーが普通にやるほどは頭良くないから。はい、遺跡エリア、サージタウスの、なんだっけ、ガーディアンの、ブロックというか、バリアを解除したところまで進めて、今回は終了とします。次回、いきなりサージタウスと戦うか、レベリングを、レベリングをお見せするかはちょっと迷ってますけど、まあ、遺跡では引き続きプレイしていきたいと思ってます。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回よろしく。